こんにちは、トラスト企画の花です。シュウです。みくんです。阿部ちゃんです。今回は取れたてということで、また赤車の上でお送りさせていただきます。大体よ、赤水車の上で乗ってる車はさ、はい、大体ダメだよな。大体ダメですね。確率的な、はい、俺なんかこの辺見た瞬間にこれやばいなと思ったもん俺、うん、それテープですか。これステッカー貼ってあったんじゃないですか。あ、ちょっと跡残ってますね。ノリの跡ですね、はい、あとはこういうこのあ、外れかけの、うん、レディオ、そうインナーフェンダーということでね、今回ねこちらのお車ミー君買取のお車でして、うん、なんかエピソードが満載ということなので、まあぜひそういうお話も聞きながら、うん、ね、後半ちょっと面白いことがあるのかな、ないのかな、うん、どうだろうねということなんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。名前深い盛り上がってますか。イエーイ。ということで、みーくんこれ、うん、まあどちらから買い取りしてきたんですか。これ、はい、さっきも言ったように今みーくん買い取りって言ったじゃないですか、はい、今ね、みーくんのね、手下がいるんですよ。手下、みーくんの手下、手がちゃん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 ってのがいるんですよ。子供遣い、はい、そうそう、そう、子供遣い、はい、さすが、子供遣いそうそうそう、なんだ、子供遣いがいるんですよ、はい、ね、お使いさせたんですよ、あ、これ。そうなんですね、はい、あ、お使いで買ってきたのが、そうそう、お使い買ってきたら動かない車買ってきたんですよ、本当に。あ、お使い失敗なんじゃないですか。え、いや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 、なんだろうな、一応ね、ペガちゃんのね、こと弁明するとね、はい、大丈夫です、なんとか、あ、なんとか、なんとかなります。お、はい、これほら、将来こう重い車なんで、将来的に門のせき止めに使えるから。あー、なるほど。今せき止め何でしたっけ。うん、プレジデントです。プレジデント大統領が、そう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 。あ、いや、これは、うん、ソアラですね。そう、ソアラです。ソアラの4リッターの。おお、うん、4リッター、4リッターのソアラ。人気ないやつじゃないですか。人気ないやつです。人気ないです、うん、ただ唯一ね、いいところ、はい、排気量が大きいんで、はい、ね、将来的に鉄くずとしての利用価値が高い。まあ、鉄としてのね、量はありますもんね。そうです、グラムで。そうです。昔あったでしょ、ミニバンとかでかい車、はい、壁に使いますよって、はい、今壁にね、あそこら辺に使ってエディションとか壁に使ってます。そうですね、あっちのヤードの方は、はいはいはい、エディションですよ。毎回にフォークでこう持ち上げられて、はい、そうそう、でボコボコになっちゃってね、はい、はい、まあそんな車です。そんな時もありますよね、はい、うん、でもこれどういった経緯で依頼が来たんですか。え、経緯というか、ミークンラインの方に、はい、ソアラを売りたいですけど、うん、みたいな感じで、うん、来たんですけど、まあどう考えても程度良くないなと。はい、写真から見て、うんうん、まあ解体の値段プラスアルファぐらいの、あ、でもプラスアルファしてくれるんだ。いや、プラスアルファぐらいの概算を出したんですよ。おお、はい、したら行ったら全く動かねえし動かないのはダメだよって話で、はいはいはい、うん、手がちゃんも動かないのはダメですよっていう話で、はい、安くなっちゃいますよと、うん、いう話で、はい、うん、買いただいて感じてくるわです。あ、そうなんですね。そうです。じゃあ査定はみーくん、引き上げはてかちゃんって感じで。違います。それも違うんですか。 なぜちゃんと理解してないで、子供ね、子供使いって今言ったじゃないですか、はい、子供使い、子供の使いで行ったんですよ、はい、てかちゃんが、はい、みーくんはただね、遠隔で操作しただけですからね、そうそう、たまにほらかなちゃんにもこういろんなこの振動するやつをこうセットして、はいはい、こう活かしてこうやってこう、あ、手がちゃんにも振動するやつをやってやってない、やってない、活かせない、かなちゃんは活かせられるんですよ、はい、うるさいな。手がちゃんは活かせられないね、かなちゃんは活かせられるんで、こうやーだかってやるといやーとかで言うの。行ったことないですけどね、遠隔で。嘘、行ったことないの。嘘、本当もう試してみる。遠隔でブルブルするやつで振動、あ、弱かった、もしかして。弱かった、もう少し強いやつが弱かった、もう少し強いやつがいい。どういうことだろう。でね、まあね、今回ね、このソアラなんですけど、はい、これ実はですね、うん、なんかリピーターのお客様らしくて、
知らないよそんな人。そうなんだ。見たことも会ったこともないし、はい、俺。でそのリピーター、まあ、今回2回目ということで1回目にお売りくださったお車、うん、まだトラスト企画にあるそうなんですよ。なんだよ、うん、すごいね。結構ね、はい、トラスト企画車の流れ早いのに、うん、まだあるんですよ、うん、じゃあ結構いい車で眠らせてた。そうここだったんじゃないのどっちか、うん、じゃあ見たいですか。いや気になるね、うん、じゃあ見せましょう、うん、トラスト企画 LINE スタンプ第2弾、ん、使いやすいスタンプが8個収録。 LINE もトラスト企画しちゃいましょう。ダウンロードお願いします。なんだよこれ。え、これこれです。初めて買い取りした車はナムコのお客さんです。ナムコワンダーランドじゃないですか。これね、ずっと謎にずっと裏、はい、の敷地に置いてあった。当たり前じゃないですか、こんな貴重な大切な車ずっと取っとくに決まってますよね。いやーこれ置いといたらなんかだんだんなんかツートン水玉なんて。そうですね、剥がれてきたな。あちょっとここもパリパリしてきましたね。これね、塗装がね、はい、薄いんですよ。ああそういうことか。薄い塗装は塗装がやっぱ良くないんですかね。塗装良くないでしょ。安く仕上げるとこうなっちゃう、うん、もう見てこのほらあちこち剥がれてちゃってほら、はいはいはい、でもこれちゃんと塗装なんですよ、うん、ラッピングじゃなくて、うん、全部剥がれてる。これがすごい。これね、オールペンの悪さ、オールペンいい加減に薄く安くやろうとするとこうなっちゃう。ああそうなんですね。典型的なパターンですね。まあ置いてく環境も良くないんですけど、はい、でも置いてく環境っつっても皆さんも青空で駐車されてると、まあそうですね、方が多いと思うんですよ、はい、借りてる駐車場とかね特にね、うん、はい、で置いとくと、はい、まあ数年でこうなってしまうということです、うん、でもこのお客さんリピートって言ってましたけど、はい、広報部って毎日エゴサするじゃないですか、うん、はいはい、実はこのオーナーさん、この車を売った後に、うん、トラスト企画に関して、うん、ツイートしてて、うん、でも内容があんまりよろしくない内容だった。ああ、なるほど。これ調べてもらえばね、分かる通りね、はい、なるほどね。よろしくないツイートをしてるにもかかわらず、はい、もっとよろしくない車を4リッターの不動の4リッター不動のソアラを、そうですね、うん、二足三門の車を買ってお金出して、うん、買って引き上げて、うん、っていうことですね。で YouTube もね撮影しちゃって、 YouTube も OK ですよと楽しく撮影もう一回じゃあねソアラでまたディスられてるよと、はい、おーしかもディスり希望、ね、ディスられてるよって言って、ディスりとは言ってないですけど、ディスりとディスられてるよと言ってまたツイッターで、ね、やってもらえればツイートしてもらえればいいってことですね。これだって小売りできないでしょ。これ何に使ってたんですかね。しかもこれだいぶ経ってますよ時間。これマニュアルオートマ、うん、これオートマです。いやオートマです。オートマしかない。4リッターの、うん、でしかもほら中にゴミ詰められてて、ほら見てゴミほら見て見て、はい、あれでもなんか見覚えのあるメーターもありますよ。え、ナムコ、あれはナムコのスカイラインの ER34 のメーターですね。あれじゃないですか、大阪の業者大喜びするやつじゃないですか。あ、そうですね、そうですね。パーツも一緒に買い取りしてるってことですね。そうですね、うん、これあれですよね、こうほらもうなんていうのほら、うん、缶スプレーでやって、うんうんうん、ね、ちょっと肌触りが あちらと似てる。まあどっちも同じぐらい放置されてた車ですね。なんかこの辺見るとね、ほら、うん、ね、買いに行かないで迎えに来てもらえないぜ。迎えに行けないんだよ。あ、迎えに行けないんだ。行けないぜ。行けないぜ。迎えに行けないぜ。はい。ああ、ダメっすね。燃料ポンプ不動です。はいはい。燃料ポンプ。はい。燃料ポンプね。不動。まあ置いとけばね、燃料ポンプはダメになっちゃうんですよ。はい、まあ長期でね。動かさないで
置いとく場合は、はい、ガス大体、ね、長期で置いとく人ってガソリン空っぽにして置いとく人多いんですよ。あ、はいはいはい、腐っちゃうからっていうことで。腐っちゃうっていうかケチの人多い。ケチの人どうせ乗らないから。どうせ乗らないから。乗るとき入れればいいんだ。乗るのにさ、乗らないのにさ、ガソリン満タンにしたいと思う？思わないですね。だからガソリン減ってんですよ、うん、しかも多分移しちゃうんじゃないですか、他の車にガソリンを。もっとひどい人ねもったいないから。あ、確かにね、うん、なんか昔ガソリン泥棒っていうのもいましたね。あ、いたいたいた。ガソリン泥棒、鍵とかついてましたもんね。うちの会社にもね、ガソリン泥棒いて、ね、それやばい、ビーチ入れた、うん、そうそうそう、逮捕してもらってね。で、今大阪の方で一生懸命働いてますから今、ね、同じことやってますから今。なかなかもうそういう人いなくなりました。もういなくなってよかったね、うん、やっぱね、悪いやつは悪いとこに行くんですよ本当に。ルイトモで、はい、大阪の方でなんかね、専門店らしいですよ、スポーツカーの、うんうんうん、そうそうそう、薄い塗装のね、うん、そう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 、薄い塗装好きな、専門店あるんですよ、うん、そう、スポーツカー専門店、あそこで、あそこで働いてますから。はい、うん、そうですか、うん、いや、これ4リッターじゃなかったらね、まだね、 2.5 のターボだったらまだ。ああ、そうだね、価値が、はい、そう、あのね、よくさ、昔さ、なんか、なんだろうな、あ、これうるさいな、これ、ちょっと待って、あ、閉まんないんだ、これ閉まんないですね。あ、そう、そう、まあまあまあ、そういうもんですよ、はい、ほんとね、今は、うん、その、エンジンによってその車の価値っていうのが違ってきてるんですよ。はいはい、ね、3リッターにしろ4リッターにして 2.5 にしてもはい、結局 2.5 が一番いい。別にこれ RB25 とか積んでるわけじゃないのに。ソアラはね、1JZ っていうの積んでるんですよ。のターボ、はい、ソアラ積んでるの、はい、それが、はい、それのマニュアルが一番高い。うわ、やっぱ 1J2J がいいんですね、うん、その場合だと不動でも値段はそこそこ、うん、あ、します。うーん、はいはい、もし乗せ替えてあったらそれも値段はつきますか？あ、まあね、あのこう不動の場合はね、あの乗せ替え、よくさ、こういう、はい、こう4リッスターのやつを 2.5 にする人はいないんですけど、あまりそうですね、うん、そうそうそう、うん、あまりいないんですけど、まあ仮に乗せ替えたとしたら、そのエンジン の状態によって値段が変わってきますね。はい、うん、じゃエンジンとしての価値見ようと。そうそうそう、もうこの辺はもうエンジンとしての価値しかないから、うん、そっか、うん、でも前よりだいぶ高くなりましたよね、ソアラもね。あ、そうなんだ。30値段なかったですよね。30一番人気なくて、うん、30とか、うん、40なんか持ってないか、40は、うん、だんだんなくなってきちゃったどんどん人気が。ソアラって面白いことに今気がついたけど、40より30、あ、30のが人気あって、うん、30より20のが人気あって、20より10のが人気あるっていうことに今気がついたそう、ね、もしかしたら、うん、もしかしたら50、60、70、80って出てったら、なんか30も人気高くなるかもしれない。あ、確かに。あとを作れば前が人気になる。旧モデルがダサいってことじゃない。どんどんダサくなってきちゃったってことですね。経営的には良くない。あんなにかっこよかったのにね。そうそうそう。かっこよくしてね。20の時代が一番好きだったな。みーくんは。全盛期のこと。あのバブルなんですよ。はいはい。で、やっぱ豪華装備で、そうですね、ソアラってあのフル装備にするのがいいんですよ。固定電話がついてたり。そう。あの本当に 3.3 リッターの GT リミテッド、はいはい、エアサスとかっていうやつだともう最高。エアサスが 7M でね、 7M、はい、うん、もう最高、もう憧れた車。それ乗るとほらモテるんですよ。当時ナンパできちゃう。ナンパですか。僕は車持ってませんよ。車自体持ってませんよ。ソアラは結構人気あったんですよ、はい。でもあの当時本当になんか300万400万してるソアラとか、はい、平気で若い二十歳ぐらいのお兄ちゃんたちが普通にフルローンで車買ってましたから。十何万しか給料もらえてない時代ですよ、うん、そうですよね。十何万しかもらえてない時代に300万400万の車ローン組んで車買っちゃうんですから。年収もう超えちゃってますもんね。余裕です、うん、はい、やばいっすね、はい。年収本当に300万もない200万円台の人たちも車、うん、はい、なんかローンの半分、あ、違う、
収入の半分以上はなんか車に消えるっていうね。そうですね、はい、そういう時代でした。はい、はい、ね、シュウ君もね、はい、そういう車に乗ってね、はい、ローンレンジャーになりながら。ローンレンジャーです、ローンレンジャーって言うんですよ、それ。ローン組む人ですね。ローンは激しく組む人、ローンレンジャーって言うんですけど。あれでもローンレンジャーにならなくても、はい、なんか乗れる車、このなんか向こう側に1台ある。そうだ、あっちの車ほら、乗りなよ。こっちですか。おすすめの1台じゃないか、これ。ずっとみんなで言ってんじゃん。これ乗ったらいつでもどこでも誰にでも声かけられるよ。そう。さ、ミークがくれるって言ってんの。あれ、何、ナムコにお勤めですかって言われるよ。いやー、ナムコ。これ乗っちゃうと、うん、家がバレてしまう。見バレ。いいじゃん、見バレしちゃって別に。見バレ怖くないですか。俺だって家バレてるし、うん、いやミークだってバレてるよ。いや、大きすぎるから家が。まあそうですよ。隠れられない、うん、うちはセキュリティもないですもん。え、ないの。ねえだろ、どうせ。ないの。いや、盗まれるもんはありますよ、そりゃ。ないの。嘘。ないですよ、もう鍵1個しかないですもん。もしかして、あの、何、鍵もなんか。あ、そうです、アナログの簡単な安いやつで、ピッキング余裕のやつですよ。あら、でもこれ数万で買えるんだよ。全然いいじゃん、車検費用だけでいいんだよ、うん、車内価格でいいじゃん。マニュアル4発、しかもマニュアル4発でターボでしたっけ、うん、NA だけど、うん、NA です、気持ちいいエンジン、うんね、乗れば乗るほどこの白い部分が増えていくんですよ。そうだから、楽しいでしょ。色変わっていくから見バレしないよ。見バレしない。大丈夫。だん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 、あの最後白になるから。最後白くなるから。そういうわけじゃないですよ。何年間乗らせるつもりですかこれ。ここに置いてもう2年経ってこんぐらいなんだから。20年ぐらい経つとこれ真っ白になるから。S2000 もこういう色なかった。うん、あります。いいじゃん。同じだよ、同じ。同じ同じ。そうそう。S2 だと思って乗れないもん。そうそうそう。S2 だと。こう S に変えればいいじゃんこれ。そうそう。そう。S って変えた。S2 にすればいいじゃん、これマッキーでペッてやって、ね、そうそうそう、これもホンダのマークに、うえあ、ここで開くんですね。そうそうそう、うん、おいって感じで、いいじゃない、いいじゃん、一人暮らしにはぴったりなサイズ。そうだよ。ちなみに2年放置したけど、はい、バッテリー繋いだら一発でかかったよ、エンジン、うん、うわぁ、見てよ、これマフラーだってこんなすごいのついてて、いい音したよ、もう車に似合わないマフラーついてるから。一番金かかってるじゃないですか、うん、そう、垂れてるじゃないですか。そんな当たり前じゃないですか。当たり前ですか、いい方だって全然、うんうんうん、でもこの動画見て逆に俺が欲しいっていう人出てくるかもしれないですね。現状販売いるかもしれない。現状販売、エンジンかかります。バッテリー繋いでエンジンかかります。エンジンかかるっていうだけの車です。そういう車を僕に押し売りしようとしてるじゃないですか。このままで乗っちゃうとかそうだよ。変な車乗れるの車用の特権だよ。あ、確かに。そうそうそう、確かにって。じゃあ花さんどうですか。いや、私間に合ってます。車ある、車あるもんね。あるもん、あるもんね、あるもん。でもミークプリウス乗り換えるとかそういう話してます。もうミークレボーグだから、ほら。そうそう、レボーグ売れないの待ってるから。レボーグ売れない街だから、うん、安倍さん増車とか考えてないですか。増車したじゃん、もうすでに増車したじゃん。もう増やしたじゃん。もう4発は1台あるからいいかな。君だけだよ。なるほど、車ないの。ね、そうですね、この会社で車持ってないの僕だけ。本当ね、本当にそうだよ。本当にそうです。事実そうだからね。そうです。あのここは、ね、はい、ね、田舎だから、はい、車がないと生活できないんですよ。本当そうなんですよ。そう、ペットボトルもケースで買ってこれないですよ、はい、そうです。1本で買ってポッケに入れて帰るしかないんです。悲しいやつだな。わかりますか。はい、で、そう、はい、コストコとかもね、もうみんな行くと思いますけど、みんな会員だよ。僕は会員にすらなってないです。なぜなら車ないと会員になれないもん。そうです、買っても車ないと会員になれないで、買っても持って帰れない、車ないと会員になれないで。車なくても会員になれますよ。車ないと不便だよね。不便ですね、コストコ行ってもね。もう何も荷物買えないです、ね、だってビニールの袋にこうやってあのハンドルのところにぶら下げてこういう買えなくちゃいけないから、すごい安定しないよね。ホットドッグしか買えないじゃん。で、僕乗ってるのピザとかこうやって持ってくるしかないよ。配達の人ですか。無理です、マニュアルなんでクラッチ握らないといけないんで。え、あ、なるほど、オートマじゃないんだ。オートマじゃないです、僕のバイク。あの、で、出前のおじさんみたいじゃダメなんじゃん。あ、カブみたいな。カブじゃないです。カブでこうやってほら、出前のおじさんみたいにお金持ち持ちだからじゃない、いけないんだ。もうなんで、頑張ってもリュックに入る量だけ。あ、で、ピザだとこう、斜めになっちゃうんで買えない。なるほど、スクーターなら良かったね。あ、スクーターだったら良かったかもしれない、ね、お買い物のおばちゃんみたいにここにこう挟んで、はい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 、もしくは後ろにカゴつけたらいいよ。カゴいいです、自転車のカゴみたいなのつけたろうか。いいじゃん、いいじゃん。僕のバイクカゴつけるようなバイクじゃないです。あと、あの花柄のこうさ、だから超便利になるよ、超便利。
寒くない、うん、うん、超便利だよ。便利です、便利。じゃああれじゃない、二宮金次郎みたいな、こうやってしょいこ、しょいこ、しょいこ、しょいこ用意してあげるか。しょいこ、しょいこの方が僕嬉しいかもしれないです。しょいこね、しょいこも集中もう買えって数万だよ、数万。見てコストコ行けったらほら、うん、余裕でほら行けますね。もう4人乗れますもんね。4人乗れるし、倒せばの荷物乗るしさ。そうそう、コストコ行けるよ。コストコ行けるよ、コストコデビュー。今なら蜂の巣あれじゃないですか、黄色だから、うん、黄色は蜂の巣も来ちゃうよね、取っちゃうんだ、うん、ぷい。じゃあ、はい、ファイナルアンサー。あ、それやるんですか。買いませんか、買いませんか、買いません。なんだよそれそれ買わないっすよ。なんでだよ、これ買ったらやばいっすよ。なん、何がやばいんだよ。みんなからわー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 来ますよ。いいじゃん、みんな集まってほら大人気だよ。人気者じゃん、人気者だよ。話題作れよ、そういう。そうそうそう、いやですよ、ツイッターとかインスタで炎上するんですよ。蜂も寄ってくるよ、ほら蜂も寄ってきて、蜂蜜取れるよ。蜂蜜取れるわけないじゃないですか、黄色スズメバチで。黄色スズ…あんた黄色スズメバチじゃないじゃん、ちっちゃいんだもんあれ。アシナガバチですか。そうだよ、うん、あんなです。これで金曜日1回大黒パーキング行けばもう有名だよ。あ、黄色いナムコのシュウちゃんだって。もうそうね、ボンネット開けてさ、そうそう、こうやって座って前に、うん、そう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 、藤原さんじゃないんだからそうそう、もう超人気者だよほら。いや、そんな人気のなり方はしたくないですね。トラスト企画のシュウちゃんですとかって言ってほら、ステッカーね、ステッカー配って、ミクステッカー配ります。そうそうそう、 R2 ステッカー、ここを S2 にしてあげるからS2 ステッカーにS2 にしてあげるから、これから僕の車 S2 って呼んでねっていう。いいじゃん、これ買ってさ頑張って S2 にしてみようよ。分かった、分かった、エンジン赤くしてあげるよもしあれだったらねえ、もしあれだったら V テックですから、 V つけてあげるよ、 V つけてあげるよ、 V つけてあげるよ。確かにタイプ R って貼ってあげるよ、うんうん、タイプ R は S2 にはないですよみんなで頑張って S2 に寄せてあげるから硬いシャッポがついてるじゃないですか。硬いシャッポついてますね。大丈夫だよ、バッチリだよ。それよりいいじゃんいいじゃないそれ、うん。まあね、シュウちゃん買いませんけど、はい、我々、はい、他のメンバーは頑張ってこれをシュウちゃんに今後も買うよう頑張りますよ、うん、そうね、押し売りすることで、はい、めげずに、うん、在庫処分じゃないですか2年経っても置いたんだよ、すごいだろう、はい、もうすごいですね、まあ、田舎あるあるだよね、はい、田舎あるあるです。田舎あるある、だいたいね、田舎のお家ってさ、一家に一台動かない車あったりするんだよ。多いですよね、そりゃ1人1台持ってるような世の中ですからね、はい、だいたいおじいちゃん乗ってて、うん、おじいちゃん死んじゃうと、うん、置きっぱなし。そう、そうですよね、そうそうそう、隣のお家の方もほら、動かない車永遠に置いてある。そうですねうちに連絡してくれればいいんじゃないですかいや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 、意外と便利だったりするんだよ。軽マンとかで動かないやつってさ、荷物入れになったりするんだよ。そうなんですよね、なるほどなるほど、入れちゃうんですよね、田舎の人は。そうそうそう、倉庫になる、倉庫だ、そうそうそう、下手に倉庫買うよりね、そうそうそう、置いてあるものが倉庫になるんだったらいいですもんね。そうそうそう、何台も置いてあって、ここいろんな、どこにしまったっけかなとかって言いながら、だから倉庫にしてる状態でそのまま買い取りも可能ですよね。そうそうそう、で大体置いてあるやつってさ、鍵閉まってないから、全部ほぼほぼ、ほら、ね、鍵なくしちゃう人いるんで、はいはいはい、倉庫代わりしてる車って、不動のやつって、うん、だからね、常に鍵開きっぱなしになってます、はい。ね、鍵開きっぱなしでもトラスト企画なら引き取ると、うん、そうです。おお、ということでね、遠方行かないですよ、うん、まあそうですね、うん、まあ、今回ね、このソアラをね、うん、買い取りのエピソードとか紹介させていただいて、まあ、実はリピーターのお客様ということで、うん、でトラスト企画では、まあ、こういったリピーターのお客様も多いっていうことで、まあ、信頼できる証拠なのかなっていうことで、うん、まあ、今後ね、相談する方、うん、ちょっとこう視野に入れていただいたら嬉しいのかなって思います。で、先ほどみーくんも言った通り、不動のお車、荷物いっぱい乗っててもそれも丸ごと引き取らせていただきますし、まあ、場合によったら違うかもしれないですけど、あと鍵がなくても、まあ、一応引き取り、ご連絡、ご相談お待ちしておりますので、ぜひお願いします。で、連絡先は概要欄の方にあるので、そちらからお待ちしております。じゃあみーくん、最後何かありますか。なんもないよ何も言えないですか、うん、ということで、じゃあこの動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。茨城県下妻市の GT カー専門店トラスト企画、この度メカニックを募集します。自動車業界で働いてきた実績がある方、特に10年以上のキャリアがある方大歓迎。スポーツカーが大好きな方、好きを活かせる仕事がここにある。ご応募お待ちしています。